杉山雄二は、日本のレコーディングエンジニア。これまでにソフトバレーや、ナブカッツェ、東京スカパラダイスオーケストラ、シャフト、ピチカート5、藤原博士、UA、ニーゴ、X ジャパン、ラルクアンシエル、ルナシー、ジャングルスマイル、広瀬光美、コアオブソウル、キューブジュース、桜やつし、ドロップズ、スイレンなどを手掛けている。現在、 東京スクールオブミュージック専門学校で講師も務めている。2004年にレコーディング教本一冊を表し、雑誌などでもプロツールズ関係を中心に執筆している。大阪府出身。高校1年からクリームのホワイトルームのコピーでギターを始める。高校2年でドゥービーブラザーズやオーティスレッディング、ピーター・ガブリエルのコピーバンドを組み、ベースを担当した。 高校3年の頃、知り合いの音楽関係者の機材運搬の手伝いで、初めてレコーディングスタジオを訪れ、レコーディングに興味を持つ。大学時代に、大学近くのリハーサルスタジオが TIC の16、チャンネルレコーダーミキサーを入荷したものの、システムを操作できるスタッフがいないと知り、リハーサルスタジオに頼み込んで、アルバイトとして働き始める。 スタジオにはレコーディング環境もあったため、レコーディングの仕事もスタートさせる。このスタジオを約3年で後にし、上京。東京で PA エンジニアの仕事を始めたことをきっかけに、ソフトバレエやクジラ、東京スカパラダイスオーケストラなどの大きな仕事を務めるようになり、28歳まで PA エンジニアを続ける。ビクタースタジオで、 レコーディングエンジニアとしてのキャリアを本格的にスタートさせる。ありがとうございます。